ちょっとこの前ニュースを見てて、ちょっと一応ケイさんにこれ報告しとかなきゃいけないかな。怖い話怖くないなんで怖い話を出すんだよ。珍しいから星さんがこんなにいっぱいネタを持ってきてる。たまたまネットでニュースを見てたら、こんなの出て、なんですか、幸福度の、幸福度調査、というのをなんか、どこがやったのかな、これ日本の、日本の国民の2020年に国内で調査したらしいんですよ、東洋経済オンラインの記事で載ってて、その中で、いろいろ条件があって、20代、30代、40代、50代で男性、女性、で、さらに既婚と未婚で分かるんですよ、そしたら、一番幸福度が低い人というのが、一番低いのが、40代から50代の未婚男性が一番幸福度が低いらしいんだよ。ケイさん大丈夫かな。まだ30代。そうなんだ。まだそうなんだ。そうなんだじゃね。まだね。まだ大丈夫。まだ大丈夫でしょ。でも僕からね、この調査だと、30代までの未婚は幸福度、幸せではないと答えてる人が、27.1%、で幸せであると答えるのは 30.6%、だからまだ幸せが勝ってちょっとだけ、他の5割はどこにいるの。他の5割はどちらでもない。ああどちらでもない一番やばいかもしれないよそので今まずちょっとだけ今から今30代だから勝ってる、でもこれ40代入ると途端に幸せであるが、23.9%、幸せではないが 35.6%、 それは40代の男の未婚、あ、なるほどね、そこで逆転するわけ、でもこれは50代入っても一緒なの、だから40代50代で未婚のままだと、ちょっと幸せではないが勝っちゃうわけですよ、だから30代まではまだ OK、でこれ逆に既婚男性になると、この調査では、40代、結婚してる人、幸せであるが 50.4%、幸せではない 14.9%、全然違うじゃん。じゃあ星さんがそこに当てはまると、まあ僕はね、で星さんどうじゃん、ちなみに幸せじゃん、幸せじゃん、言うなってさ、意外のこと聞くなっていうの、星さん幸せです、幸せだよ、なんでなんでそんなに問いかけるかえ、そうでしたっけみたいなしないでくれよ、あれそれで本当に幸せ、いやいや幸せ俺今もしかして不幸なの気づいてないだけでやばいじゃん、今洗脳されかけてんじゃんやばいよみんなが、はいはい、つまりだから K さんがこのままでいくとですよ、まあ、統計上だけどね、幸せではないの方にならないかなって、その人の心配をね、なるほどね、ちょっと今一応みんな心配だよ、見込んで、でこれさらに、調べていくと、もっと調べると、この細かく分かれてて、さらにこの40代、この幸せではない幸福度のランキングで、恋人あり、恋人なしっていうのもあるわけ、で恋人ありだと、未婚でも、まだ幸せのポイント数っていうのは結構高めなの、なるほどね、プラスなんか20ポイント、ちょっと仕組みがよく分からない、プラス20ポイント、でも恋人がいないになっちゃうと、マイナス15とか、で過去に一度もいないになっちゃうと、マイナス30になっちゃう、だから過去に一度もいないでしょ、ちょちょちょマイナス、そんなことないから、違う、それは勝手なあんたの言ってるだけだから違うから、え、いじりに来てるな、これこんな意見でなんかいじりに来てるな、違う、それだって今日持ってきてますから、わざわざ持ってきてこれにつけてるんだよ、これだって別にそんなにさ気になる
記事でもなくて、その時は面白いこんな記事があんだなと思って、こんな調査をしたんだな、いじるためにいじるために。家でどう思ったんですか？あ、ケイさんまだ一人も彼女に行ったことないかな、童貞だなみたいな感じで思ってたんだ。まあでも童貞なのはね、確かにそうだ。違うんだよ、だから違うんだって全然違うから。何なんだよ。じゃあ何の結局だから、ケイさんはそうそう、ごまちゃんが心配だなと思ったんだよ。なるほどね。だからでもまだ30代だから、ここでね、うん、結婚しちゃえば、うん、まあ僕ギキがあってもあるんだけど、はいはいはい、そもそもそのね、結婚観とか全然知らないから、そういうことね、なんか特別な結婚観を持ってるのかもしれない。あ、募集する。そうそう、ね、いい加減にね。まあ今だって多分オンラインでできちゃうからね。全然タビちゃん全然まあ今使っていいっすよ。使っていいっすよ。全然だったらダメだよね。全然だったらあのさ、星さんの占いの方に来てさ、うん、占女占いして、うん、K さんとの相性も占ってもらう。で、良、うん、かった人は こっちに流しますみたいな。いやいやいや、そしたらなんかいいビジネスになりそう。ビジネスだね。何金稼ぎしょってそこで。何やろ。ちゃんと聞くよ、童貞でも大丈夫かって。確かにそこ大事ですよね。経験豊富な人が良かったら。聞くじゃねえんだよ、そこはいいんだよ。なんだろそれは、マジで。本当にさ、本当に悪いやつだよ、ね、あんたはね。いや、今日は俺参加したい。勝手に始めたから。悪いやつだね、本当にもう。そうでもそれ、どうなの、結婚観とかね、あんまよくわかんないけどさ、なんでも最近気はあるんですか、うん、結婚する気、それいい相手がいれば別に。 あるんだ。俺全くもう、それさえも、うん、もうまあ諦めた。諦めた。諦めてんだ。したくないのかな。でも最近ちょっとリア充っぽいじゃん、若干。まああのツイッターとか僕たとかとは比べ物になる。幸福感が漂ってるじゃん。幸福感あるあれ。あるよね、こっちから見たら。なんか美味しそうだしさ、全部。そうそうそう。あそこに女の人がいるじゃないかって匂わ思うぐらい。もうそれは思わせるよね。ちょっと思わせるし。いやいやいや。あとなんかああいうなんか最近ちょっと加工した画像を上げてるじゃん。あれはまあ、まあ多分自分では作らないだろうから。今の時間ちょっと少ない。で女の人？いや実際男じゃないでしょ。いやいやいや。あれ後輩だとしたら舐められてますね。でも最初は舐められてたけど、それがさ、だんだん恋に変わっていくパターンあるよね。いや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 、あるよね。あるよ。違うだろ、それはそれ。好きな人をからかうみたいなあるよ。違うだろ、それは。パターンあるよね。違うよ。違う違う。すごい。でもだからちょっとリア充っぽい感じはあるから。リア充、リア充って表現になるの知らねえけど。あれを楽しくやってるだけだから別だよ。もしかしたら最近ね、よくやっぱり人間って出会いって社内とか多いからね、うん、社内恋愛っていうのはよくあるパターンでしょ。そうですよ。そんなことないでしょ。だからなんかもしかしたらっていうのもあって、もしかしたらじゃない。でもまだね、30代だったから、うん、ちょっとこれの記事だけどね、ちょっと心配だったって感じですよね。うん、女性とご飯食べに2人で行くみたいなのも全然ないんですか？そうだね。まあ時期も時期だし。2人じゃなかったらだけ？でまあそうか、何人かだったらこう。何人か社員さんはいるはずだからね。いや、まあそうだね。そんなに行かないよでも。うん。なのかな。そうか、でもなんか、ケイさんも応援したいですよね。結婚したいっていう思いは一応あるんだと思ったら、それだけでよかったけどね。全くないとかって、なんか、いや、言い過ぎじゃん。結婚なんてさ、お金持ってんねえよ、みたいな。一時期結婚はみたいなあんまでしたよ。そうだよね。いい相手いればねっていう話だよ、うん、だから。なんかめんどくせえや、みたいな相手でね。まあ確かに共同で生活するとかね、特に一人暮らし長いとさ、まあね、ちょっとめんどくさくなるじゃん。まあね。あるんで、それはかなわなくもないっていうか。この部屋の感じだとね、物とか置いたら殺されそうですね。物持ってきたら置かないでしょ。おい、何持ってきたんだよ。ヤンキーでもあるからね。やばい。やばい。マイナスプロモーションの動画ですか、計算。マイナス宣伝しないでよ。童貞はプラスって人もいますからね。童貞じゃねえか。
なんなんだよ童貞。ヤンキーは悪い人好きな人もいるしね。一定数ヤンキーみたいな人って逆にモテる場合が多いよね。 YouTube のバーなんてやっぱ悪い人の方がこうさ、やっぱ好きな人。ヤンキーじゃねえし。ヤンキーそれはもうでもしょうがない、言わないよ。ヤンキーでもないし、童貞でもないし。ヤンキー童貞って言わない。ヤンキー珍しいバーなんだよね。珍しい、確かにそう言われると聞いたことないバーなんだよ。だから、言えって。言えないんだから。それすごいな。なんなんだよ。すごいな。すごいね。すごい。でもそれだとかっこいいよ。低層を守っていたの。ヤンキー童貞は絶対かっこいい。いやいや、違うんだよ。違うんだよ。両方違うんだよ。そっか、結婚早々？ケイさんも。わかんない。なんかケイさんもね、まあどうなんだろうとね、とかちょっと思ってて、うん。でも最近の結婚観って難しいじゃん。うん、変わったじゃん。なんか。その多分俺の世代の時よりだいぶ違うっていうか、うんうん、まあ、ケイさんの世代よりまた下もどんもっと違うし、うん、そもそも結婚ってもう、うん、そんないらなくないみたいな、うんうんうん、ちょっと事実婚とかも出てきたりさ、うん、そうね、なんかあんま形にとらわれるまでだよねみたいな、うん、になりつつあるのかなとかもねちょっと考えたりしちゃうよね、うんうんうん、だからケイさんなんかまさにそういう中で育ったのかなとか思うと、うん、あんまこういうのに当てはまらなくもなる人なのかな。40代になったね。まあでも30代はね、まだね、うん、じゃあ募集中しとく。いや、やめとこうか。星チャンネルの方でもいいしね。意外と、でも意外となんかモテそうな感じあるよね。いや、だってこの見てくださってる方にはやっぱり。そうなんだよな、だってこのまんまですから、言うてみたら。確かに表も裏もない。あんまないね、そうですね。だからコメントとか見るとさ、意外となんか、うん、K さん可愛いみたいな。あるよね、うん、今どこまでそれがね、本気かわかんないけども。本当に可愛いと思ってる人はじゃあいるんじゃない、でも、ね、中にはいるでしょ。気に入ってくれる人とか意外とモテるんじゃないかな。いやいや、 DM を開放 してます最近。してるけど別にいいんだよ。じゃあいや、いいよいいよいいよ。一回でもどっちかに経由した方がいい。いや、いいよ。そういうことじゃねえんだよ。じゃあ面接して僕らが一回。いや、いいのよいいのよ。そういうことじゃない。本当に悪いぞ。お前ら本当悪いぞ。本当に。何してんのさっきからずっと。いや、僕はちょっと遊びがひどいぞ、マジで。僕、漫画チャンネルちょっといろいろ調べてたから。遊びがひどいぞ、本当に。どっちが始めたんだよ。全然ひどいぞ、マジで。まあ、終わりだ、終わり、終わり、終わり。あ、でも面白かった。テッサンが悪いけどな。テッサン悪いよ、本当にもう。